今日は健康食とは何かという題でお話ししたいと思います。私特に韓国の人たち、中国の人たち、日本人は食事が病気を治すというそういう認識を持っています。だから 食事療法という言葉がありまたそれがとても広く広がっていますどういう食事が病気を治す食事は存在しません生活習慣によってまた思いによって起こる病気がどうして食事によって治ることができるでしょうかしかしそれも ある特殊な食物が病気を治す例えば私が昨日お話ししたように熊の肝それも信じたら治る現象が起こり得るのである病気がある病気を治すというこれが韓国,人韓国の社会に伝統的な治療方法として未だ残っていますところが今 その遺伝子医学の時代に入ってよく見てみるとそうではなくそれは結局はある特殊な食物あるいはその古来人参とか山の古来人参そういうのは全部その熊の肝と同じ系列に属するものですだから皆さんがニュースタートを完全にする以上命の息を遺伝子 を回復する息をの代わりになるものは何もないという事実を皆さんはっきり認めてそれを確固に信じる必要があります。ある人たちはこのように話します。先生、ニューストアとともしてノニジュースも飲んで このように話ししたりしますあるいはそれはもう悪くは全然ないじゃないかという思いになることもあるでしょうしかしそのように使用というところに問題点があると思いますか皆さんニュースタートもして高麗に参エキスも飲んで きのこのそういうものも食べて今現在そうなさっている方もおられるでしょう家部屋の中にですねあのこうこっそりと持ってきてこっそり少し飲みながら飲んでおられる方もおられると思います それに問題点はないようです。これもして、あれもして。しかし、それの問題点は何であるかと言いますと、それは結局は両足をかけることですが、両足を、両股をかけるというのは、これでもなく、あれもでも。 でもないこれもそうであれもそうのようですが結局はあれもそうでなくあれもそうでなくなるのですがどうしてそうなるのでしょうかこれはその信仰というのは片方を信じなければなりませんお互いに相反するそういう理論ですが相反する理論を私が信じてこれもしてあれもするならば実は意識の中では 意識の中ではそれは事実、成立しませんが、それが無意識に伝わりません。私人間には意識と無意識というのがあります。分かりますかこれ大事な話です。実はそうです。私の体の中にある病菌が入った、がん細胞ができた。 としますと、がん細胞は t e ンインパ p a が包囲して殺す過程は完全に無意識です。特に皆さんが夜明け1時、2時寝ている時最もよくなります。だから意識がない時一番よく働くのです。そういうのを見ますと、 実は皆さんが意識で皆さんの病気を治すことができず皆さんの無意識で病気を買ってくれないといけません病気に買ってくれないといけませんだから少し見てみましょう 私がこれも見ましたこの魚の性が変わること魚のメスが性が変わりますがこの魚が自分が意識的に変わるのではなくて12匹の1人が1匹がですねあ突然同僚のメスが可愛く見えるのですそう見てみると自分が メスになっているのですこういうのとこういうものも自分も知らずしてこれもうもう度胸ができるんです蛇に噛まれても死にませんこういうのが全て無意識で遺伝子に起こる驚くべき変化なのですこれはリス自分に自分を変えたのではありません 無意識の中で私はこの驚くべき変化が起こるようになっています無意識の中には実は私人間の意識人間の知識では決してすることのできないことが起こっているので私が現在生きているのです皆さん今日昼チャジャン麺ンおいしかったですかチャャジン あんまりおいしくなかったですか私はとてもおいしかったですが前あの同じテーブルに座っているある方に「おいしいですね」と言ったら答えません多分豚,に豚の脂が入ってないからかもしれません とにかく、この体にいいと思ったら、あんまり口に合わない、そういうところがあるようです。また見てみましょう。こういうものもまた。こういう。その亀の赤ちゃんが生まれます。どこに行きますか?。海に行きます。海がどこかわかりますか?。知りません。 海がどこか分かりませんが海に行きます。はい、もうそれぞれ散らばって山に行くやつは山に行ったりなんか自分したい放題じゃなくてカメは意識しなくても誰かがこのカメの,の赤ちゃん一つの方向を定めます。もう亀がこの方向に行くだけを見ても この人たちは何がない選択の自由がないように見えますこの者たちは創造主が生きなさいという方向にしか行けませんしかし私たちはあっちこっちに散らばることができますだから病気も散らばってがんにもなったり糖尿にもなったりしていますそれが全部なんですか 私には選択の自由が与えらられているからです私もこの動物のようになっているならば誰も病気にならないはずです。なぜでしょうか創造主が作ったその道に行かなければならない、い行くようになっているので。そうすると、面白いですか、面白くないですか面白くないですね。はっきり言いまして。 がんにかかっても選択の自由を与えるのがそれがいいですねだから創造主は本当にそれを深く考えますと本当に神様は素晴らしい方であるという思いになりますなぜでしょうか皆さん誰でも何かを作った時 自分のしたいい放題したいと思いませんかそうですね。その大将自分が作った大将に自分のしたい放題にするさせるには嫌じゃないでしょうか。私が作ったから私のしたい放題にさせたいそれは韓国の両親の心です。ところが 私、韓国人両親は私が作ったから私のものでだから私がやらせる方法にして満たされるだからこういう愛が誰にいい愛ですか私にいい愛なんですだから昔私もそうでした私は神様を知らなかった時私の子供にこう言いました。 あなた方は選択はない。大学は必ず、イエール、イエール大学か、ハーバードに行かなければならない。そう言いました。それで、イエールかハーバードに合格したら、私がスポーツカーを一台買ってあげて、もしそこに受からないで、他の二流大学に行ったら、 何もない強制です分かりますかそれが私の思いには子どもにもいいと言っても押し通そうとするのですそうですねところが子どもたちがお父さん私はハーバード大学嫌だそれでも行かないといけない で私は神様に出会ってから初めて子どもたちを呼んで話しましたああ。神様がね、このお父さんが神様を信じなくても39年間、強制に信じさせることはしなかった。私はそれを悟りました。私は四世大学に行きましたが、四世大学はどういう学校ですか ミッションスクールですね、キリスト教大学ですね、理科大学、ヤン大学。ところが、そこでは強制的にチャ,プレチャペルに出席させます。どれほど嫌だったのか分かりません。だから、その出席しない、もうチャペル、出席しなければもう落第します。だから、仕方なく嫌な説教も聞いて、もでも、そのキリスト教学生を見ると、いつも、 そのいじめたりところが神様がそれ全部忍耐してくださいましたそれである瞬間私はああ神様がおられるそれで私は自ら選択して神様を信じるようにそのようにあのそのようにしてくれましたそれを考えると 私はもう本当に感動しましただから私の子供たちを呼んであなたとハーバード行きたくなかったら行かなくてもいいそうしたらいやー子供たちが喜びましたそれでやがて私が選択の自由を与えましたキモクチュルさんの娘さんがいますが 今、嫁に行こうとしていますが、選択の自由を与えているか与えないか分かりません。だから、自分が作ったので、私たちには私が作ったから私のしたい放題するのが当然であると思います。はい。 ところが神様はそのように思いません私が作りました。私が産後を作ったけど、私は頓宮ンンを作ったけど、自分のしたい放題するのではなく、私が自分で選択するようにしてくださいました。どうしてでしょうか どうしてでしょうか韓国人はこういう質問に答えられないのも当然です当たり前です私が選択の自由がない文化の中に生きているのでどうしてでしょうかどうして選択の自由を与えたらいろんなもう 病気にもかかったり、あるいものはもう悪いことして、牢屋にも入ったり、そういう可能性が十分あるにもかかわらず、選択の自由を与えた理由は何でしょうか幸せになるように。幸せになるように。そうですね。拍手。 だから自分が作った秘蔵物が幸せに生きさせようと選択の自由を与えると選択の自由を与えると本当に苦労するのを覚悟をしなければなりませんもう本当に苦労するさせるだろうこの存在がだから神様はすでに 人間を想像する前から本当に苦労させることを予想して想像しました人間をそういう言葉は聖書にありますかどこにありますかなければなさそうですねどこにありますか人を作る前から 苦労することを覚悟したその言葉が最初にどこにあるかということですあります私がお見せしましょう こ,こを見ますとエペソー1の3節すなわち4節ですね世の始まる世界のもとの置かれる前から彼にあってキリストにあって選び私たちを選び見前で清く傷のないものにしようとされました。 これはいつ思った思いですか世の元の置かれる前世界の始まる以前に思いました。そうだこの者たちが罪を犯すだろう傷がつくだろうそれでも傷な,ないものにしようと私を選んで私をその 見舞いで記憶を傷のないものにしようとされましたイエス・キリストによってご自分の子としました自分が作ったから自分の息子ですところがこの子たちを作って選択を自由を与えたら私はあなたの息子しませんそれで去ってしまい行きましたそれでも自分の子イエス・キリストを その罪の報酬を払って、こがとなるように、再び異なるように、前もって決めておいた。<laughs> だから、ここで皆さん、ある人たちは予定論を信じている、それは選択の自由。 がないのを信じますある人たちはこの世の中に生まれましたがもう,もう天国行くように前もって予定してあるものは地獄行くように予定しておいたそれをどのように信じているか分かりませんそれは選択の自由と合いません釣り合いが取らない だから選択の自由がなければこれは完全にロボットです選択の自由がないのに病気にかかったというのはこれは話にもなりませんそうですねだから皆さん聖書という真理はとても素晴らしい生命的な真理なので深く全てが前後ろが筋が通るように皆さんが理解しなければなりません 人は関心がありません。なぜなのか私は悟ってみると、ああ、これは命の原則なのに、これはも,もう、もう、散らばって、その、調和が取れなかったら、これ話にならない。それで私は心の中に整理をしました。整理がされますと、力が出ます。どこに行っても答えが出るように、そのようになっています。さて、 健康食の講義をするといてまた聖書が出ているのでまた情けない話ですね遺伝子がスイッチオンしたりになったりオフになったりそ,のそういうのも無意識的になるのであって病気 原菌が入りました病菌がこれは血管です血管を切って血管の中を見せてくれていますこれ赤いのは何ですか赤血球これは白血球今白血球たちが外に出ようと血管の外に出ようとほとんど全部出ましたこれは次出ようと思って少しこう押しています菌が入ったので これが T リンパ球血管の中にあってこの外に出ました T リンパ球ですどうてどうてその病気が入ったので血管の中にある者たちがそう出動して T リンパ球がそう司令官としんで命令をします T リンパ球ではなくちょっと違いますね B リンパ球という B 細胞です。B 細胞は T リンパ球の指示を受けてこのように抗体をその生産します。Y のようなその抗体、抗体を、抗体は病菌が,病菌が本犯人であるとすると抗体はその手もう、 手錠をかけるようなものです。手錠をかけると、この白血球が来てこれを食べてしまいます。それで、このようにもう組織的な皆さん、体に病菌が入ったら、病気がここに入ったなと分かる人いますか知らなければならないのに、どうして知りませんか病気が入ったのを知りませんか 知らなければならないのに手を挙げないのを見たら本当に幸いです私は手を挙げたら精神病院にその送らなければならないと思いましたがそうです私は病気がどこに入ったのか分かりませんでところがその忙しい反応が組織的反応が起こるのですだからこれは私の知能を超える ものでであるとということです分かりますか病気はどこに来ているか分かります。だから私の無意識でしていることが意識でしていることよりもずっと多いです。科学者たちが測定してみますとだいたい測定してみますと私がいわゆる意識というのは5%いないです。 だから科学者たちがこういう絵を作りました。簡単な絵ですがこれが私の意識の全体であるならば私が知っている 私が感じることのできる意識は黄色い点これしかならないこの残りのこう青いこう広いところもう本当の意識がありますが私は意識することはできません95%以上ですわかりますかだから皆さんがこの95%の中で遺伝子が 回復されついたり消えたりするコントロールがされていますが食べ物だけ一つで病気が治ると思うことはそれはちょっと良くない話ですがもう熊の肝一つでも治る理由はその熊の肝を食べるようになった産後が運搬をトングのために 運断を求めてきたその愛とトングの信仰私たちの意識の中には愛と信仰しかありませんそうしますとこの無意識に影響を及ぼすのですどこに何がどのようにはなるかは私たちは詳しくは分かりませんどこにある南蛮の染色体塩基配列がどのようになるかは知りませんが私の愛と 信仰が意識があるとき無意識はその無意識は大きな助けを受けるということですそうですねだからですねだからそうするとこの薄いところは何でしょうかこれは 何かは確実にはっきりは分かりませんが何かこう感じられるような何か捉えそうで捉えられないようなところこれは全然つかめないところです全く知らないところだから無意識というのも 分かってみると意識が全くないのではないということです無意識も見ますと意識です意識ですが私の意識ではありません誰の意識ですか創造主の意識ですだからこれを科学的に証明する方法は何であるかと言いますと何かと言いますと 最近医者たちが脳測定技術が発達します私が医科大学行く時は脳測定技術はもう大したことはありませんでしたが最近はもういろんな機械がもう脳の活動を詳しく取ることのできるそういう機械とかありますがだから私がもう目覚めている時の脳の 活動を測定し全く全身麻酔をして意識を完全になくして取ってみると5%だけ少なくなります95%は動いていますもう複雑な活動をしていますだから全身麻酔をしてその,あのお腹を切っても全然分からなくても 意識はされますか意識がなくても疑いを持って全部コントロールしているともう死ななければならないじゃないですかだから麻酔というのが可能なんですだから麻酔は何だけなくすことですか黄色い点だけなくすことですしかしその残りは全部生きているので麻酔にかけられても人間は生きていることができるのです全部こういうのを学んだらどれほど もう面白いでしょうかだから皆さんだから食物もそうです私たちがこのようにこう見る時あまりにも食べによさそうでもう惹かれるものを食べなければなりません。 それで私が食べても良さそうなのは全部神様がどのように作りましたかとてもこう引っ張られるように作りました。私が食べていけないのは神様がどのように作りましたかもう見るだけでも上というふうになる蛇とかところが人たちはですね見て 食べれなさそうのものだけ体にいいと言います。これは誰の遊びですか分かりますかだから皆さんそういうことを皆さんしないでください。でこういう,もう熊の足の裏とか熊の足の裏がそれ何がそれほどあるでしょうか ところがそれを信じてもそれが効果があるのですさてだからしかしクマの,の足の裏に特殊な物質があるから治るのではありません皆さんはそういうのをこれから食べても効果ありませんどうしてでしょうかもうこの講義を聞いてしまったのでもうこれからは単純に信じることが できなくなりました。だから皆さんもう諦めましょう。だからこれからはもうそういうの皆さんやってみてもお金だけなくして皆さんには効果がないでしょう。私は皆さんにそういうのが効果がないように今仕掛けています。作っています。分かりますかもうありません。 だからさあ健康食は何であるかだから食事も私の心と体が行動が合わなければなりませんもう食物もいろんな食物によって固有の波長がありますだから 例えば私が最近、雲岸さんの話しようと思ったらそれほどこう面白くないですね、ソラクさんの話しましょう。うわー、もう山、本当に素晴らしいという時の波長と美味しそうな果物を見る時の波長と同じです。 だから、命的な健康な波長は、波長がまた別にある。またそういうものは、一口噛んで感じるそういうのも全部同じ波長です。全部何を出すエンドルフィンをその出すそういう波長です。それで私の体にいいのは、私が食べたら見るにも食べに良さそう。 最近私その台所で玄米ご飯を買えたらもうど,ど,どれほども美味しそうですかバナナ見たらもう美味しそうでところがそれをですねもう蛇を取ってもう切ってこれは この世の世誰も、うわーっていうふうになっていますがそれを体にいいと言ってそれは話になりませんそ。そういうのを食べようと思ったら私がどれほどもう信じなければいけです。これはいいという証言がいいと言っている私は信じる。 と言ったらもう食べれるのであって本来は食べれないようになっていることですだからこれから皆さんそういうものを食べて病気に治りたいと思わないでください少し何かこう刺されているところがあるようですさてすなわちですね 病気が治ったということは遺伝子に問題が起こったということですが結局は遺伝子を回復させるのは命の息しかないということですそして食物はどんなに大事であっても何にしかならないですかインフラしかならないということです 基本的な条件にしかならないその命の域が遺伝子によく作用するように働くように用意する基本的な条件にしかならないのです病気を治すのは結局は結局は命の域であるそれを皆さん深く確実に認識する時そしてそれを皆さんが信じる時命の域が皆さんの 遺伝子に最もよく確実に働きます。これもしてあれもやってみよう。それは信仰に信頼の原則に逆らいます。だからそういうのを偶像と呼びます。だから実はそうです、皆さん。私たちが科学者たちが研究してみますと、例えば もう食物は目から見るところから食べるのが始まります。だから皆さん、日本人はそれ大した人たちです。日本人世界最大長寿国家ですね。ね大した人たちです。で で韓国人とそれほど遺伝子が違いません。日本人の遺伝子も中国の遺伝子ありも韓国の遺伝子あるそういうところですがもう私たちも日本人もそれほどもう違うところはありません。しかしこの人たちは世界超重国です。この人たちは食べるのをどう食べますか 箸で,で,で食べるという答えがありました。箸で箸で,、ね、で食べたら長寿しますか長生きしますか私は答えをこもう皆さんにもう話しましたがこの人たちはまず目でん食べます。この人たちは食物をもう適当に作りません。 こう作って皿とかも色もパッとしてもうだから見たらわあ、こうして食べる人たちですわーかわいいだからなんでもきれいでですねもう綺麗に 美しいそれを本当に大事に思う民族ですだから花をさすのももう,もうこうパッとさすのではなくてこうパッパッパッと私は昔日本に行きましたがもう生け花の大会がありましたもう生け花の専門家たちが京都にもう有名なお寺がありますがその お寺の中にこうやっても,うものすごかったですもう材料を持ってもう始めせのといったらみんなこうもう見るともう素晴らしかったです日本に仏教のお坊さんがもうそういうこうするのを見て驚きました日本人は本当に特殊な人たちです で中国の人たち、韓国人は、その、もう、もう壁を見ながらですね、もう雑念をもらわないで、三千します。仏教の言葉です。日本の人は三千は違います。仏教の言葉です。サンガードンというところがあります。 全ガードンがあります。日本語で全ガードンがあります。至るところに。日本にいて一番みたいなところが全ガードンを巡回してみたいです。誰もこう開かないです。そこで三禅するので。日本のお坊さんは三禅するとき庭園を 本当かわいく作ってその庭園を見ながらその散禅をするそれが正しいようですなぜならば皆さん壁がもう美しいきれいですかところが散禅は集中することですが仏教の言葉です散は集中するのは美しいものを見ると 集中が自然となります私が昔私の家内を見ると集中が自然となりました何も雑念がありませんでこのおじさんもそうですねそうですね <laughs> もう顔が赤くなっていますがもうまだ恥ずかしいところが残って,いて私はもう恥ずかしいところがなくなったのでこれを何と言いま何と言いますか分別のないもののように思いますが分別がないもののようですが。その これは命のためのそういう振る舞いだからこれはただの振る舞いじゃなくて主が責任を取ってくださるそういう行動です振る舞いです主囲の人たちのこう目を意識しないで私の病気が治るためにももう分別のないもののように振る舞う必要がありますそうですね皆さん 美しい景色を見,なが見たら自然と自然と雑念がなくなりますかどうなるかあまりにも美しくてわあ皆さん北朝鮮という北朝鮮韓国の北朝鮮にある山ですが行ってみました最初は雨が降って失敗してもう6人がも車に乗ってもう ただこう戻るとき気分本当によくありますん、ね、で寒くてもう雨に濡れてですねもう本当にそこもう温泉のがもう熱いお湯が出てとても熱いですもう卵を入れたらもう,もうすぐもう茹でられますだから卵だけ食べてきました2番目はもう本当に晴天でした晴れましたそれで 私ははっきり言いましてペクトさん、チョンジというところもう行きたいとは思いませんでした。ところが、私は韓国人だから。一度は韓国人として、ペクトさん、ハクトさん、天地、チョンジは行かなければならないだろう。あんまり期待しないで、ハラさんというの上にペンロクダムという池があるようにペンロクダムはこれは であります池でではありませんタムです池とその小さいのは池というのは大きいです、池はち。ちょっと水が溜まっているのとは違います。これは本当に噴火口です噴火した口登ると、うわー、うわー、このようになりました。 それで人たちがですね、登るときはですね、うるさかったです。ところが、その、チョンジという池の前では、わぁあるお年寄りはですね、上がって、そのその前で大きなお辞儀をしました。そうすると何が感じられますか創造主の。 偉大さが感じられます。わあ、それはいわゆる東洋式でいうと想像しじゃなくて、もう山の神、神霊、おじぎを。私は何しましたか万,万歳しました。わあ。そこでですね、万歳というと人たちがですね、 みんな私に習ってですね、万歳しだしました。で、そこでですね、そういう万歳をするのが全然不自然ではありません。もうそういう叫び、叫んで良さそうです。だから周波数がみんな同じです。波長が。波長が同じだから、そこにスイッチを押してあげると出ます。 皆さんそれそうですね私がとても素晴らしい講義を話をしたしたとしましょうそしたら皆さんの周波数はみんな同じですが一番前に座っている人がパッとしたらザザザッとみんな出るのではないでしょうかそれと同じようなものですそれが周波数が同じだとパッと転火をするとわと とつくのですみんな周波数は合っています。そういうものです。皆さんの病気もそのように治らなければなりません。わかりますかそ周波数はないのに、もう蛇を煎じて飲むと治るとか、それを話になりません。だから、だからですね。だから、さあ、それでは、この健康食。 の法則はあります第一、どういう食物がどういう病気にいいというのはありません。それは存在しません。昔から東洋にはこの体質によって食べなければならない。あるいはその震度、 富士ですか富にこれ皆さんが知っているそれはもうその神道・風・士ではありません。これは民族的なものです。韓国人は韓国の地でなるものをそれは農業、共同組合が出した思想です。 それ私よく知ってます私は KBS で有名になると農協から私に連絡が来ました。博士先生その,その韓国人は韓国の食物を食べたら健康になれそれらしいですがそれは間違ったことです。 地が健康いいところの地から出るものを食べたら健康になってもう土地が良くなければ食物もあんまり良くないのでその健康に良くないという話ですだから私の体と地土地が一つであるということでこれが民族的に回してですねだから 土が土壌がいいところで実ったスイカが韓国人にいいのですアメリカの土地が土壌が良ければ韓国の土地はそのスイカが良くならないアメリカの土地では良くならない韓国のスイカよりはアメリカのスイカが私の体にいいという話ですこれをですね民族的にですね 体と土が2つではないっていう震度不自ですね。不に。もちろん、韓国の農産物がよく売れるためには、民族的なレベルではもうしても良さそうだと思いましたが、それでもそれは心理ではありません。だから、 だからその話はこういう意味ですが隣の家の人は農業していますがもうその肥料がありません堆肥もありませんそこで出るより向こうの家で農業するときあの人は土地もよく堆肥もよくしてあの農産物が私の体にこの農産物 物よりはいいという話です。農産物を食べるとき、いい土地から生産された農産物を食べなさいという話です。わかりますかだから私たちは誤解しながら生きている場合が多いです。それからまたどれほどいい食事であっても必要以上に食べすぎたらいけません。みなさん、今日 選択の自由を完全に与えて話す聞くことです。チャジャンミョン、チャジャンミョン、本当においしかった。手を挙げてください。意外ですね。意外ですね。あんまり手を挙げる者がいません。麺が少し。 伸びたという話をしています。<laughs> ややこしいですね。<laughs> さあ、ある方がこう言いました。ここに来るともう食事が美味しくて、ジャージャー麺のほかは、まああえ美味しくてもう美味しかったですが。 おいしかったら自然にどうも美味しく食べ過ぎるようになます食べ過ぎは悪いことであって消息するのがいいのではなく過食が悪いので食べ過ぎないのが消食と言います少なく食べるほど元健康であるということは思ってはいけません すなわち消息するものが健康的です。それは間違いありません。ところが、それ理由は消息する人たちが食べ過ぎないからいいのです。難しいことではありません。私は簡単に整理してみましょう。一時、消食が健康にいいといってもう少なくない。 食べた方がいいそれは矛盾ですもう少し食べるほどいいのが健康じゃなくて適当に食べるのが健康的です私に必要な分ぐらいは食べなければなりませんしかし必要な量は食べなければならないようにそれでも少し少量を食べると結局は栄養失調になりますだから消食という言葉ではありません 必要なだけ食べることですしかし実験的にも完全に証明されました例えばこの動物は自然界ではその食べすぎませんところが食べ過ぎる動物はどういう動物かといいますかと言いますと自然界で自分したい方でに自由が 自由を失った動物が食べ過ぎます。自,分が自由がない動物の中で私がはっきりと言える動物は競馬用馬です。これは自由がありません。もうもう主人がもうお風呂させたらお風呂しても早く走りなさい、ゆっくり走りなさい。もうこれはもう自由がありません。 だからですね、皆さんに選択の自由を与えた理由はそれです。競馬の馬のように生きなさいじゃなくて自然であなたはしたい放題に生きなさい。そうすると幸せになるだろう。それからですね、ある動物、どういう動物が過食しますか食べすぎますか実験室の動物、動物園の動物たち。 そのペットたちも少し自由がなければそういういつもですねもう中に言ってると実験室の動物は実験室にかくまってもう何匹もこう,もう仕事もなくいるのとどれのストレスがあるでしょうかそうなるとネズミたちがネズミたちが実験室の中で 年しかし本当のネズミの寿命は2年なのかそれを研究してみました2年ところで実験室で実験室で食べ物を食べ放題 もう食べたいとき食べ放題食べれるようにするときうをすると2年しか食べれませんもう食べたいとき食べるようにしたらところで見ているともう食べたいとき食べるようにしたら100カロリーを食べる100カロリーを食べるそうしますと2年いきます ここで25%を少なくして75カロリーを与えたら2年6か月済みましたここで50%を少なくして50カロリーを与えると3年生きますそれでもっと少なくとして25カロリーを与えたら栄養失調になりました だから本来ネズミは今現在で科学者たちが思いには自然界ではストレスがない時は50カレルしか食べないだろうと思うのですそして本来の寿命は3年以上であろうところがそのネズミを実験室で育てるのでストレスを多く受けるので食べ過ぎて結局は 食べ過ぎるようになると、活性酸素が過剰生産されます。それで、遺伝子損傷が早く来て、老化現象が早く来るようになっています。それで、それで、消食がいいというのが、この研究発表があった後、 食がいい、健康にいいという話ですが、結局は、食がいいのではなくて、必要な量だけ食べて、それ以上は食べないのがいいということです。だから皆さん、ここで食事がおいしいからといって、あまりにも食べ過ぎないようにしてください。食べ過ぎたら、本当に闘病生活において、食べ過ぎはもう。 禁止です。だからどれほどいい食べ物であっても必要量以上は私に害になります。なぜならば活性酸素を過剰生産するのでそうしますとどういう食事が どういう食事をいつどういう食事をすべきかどれほど食べるべきかは私人間が誰も決めることができません。リー・サンクがこういう講義をするからだって全部知っているようですがリー・サンクも自分も何をどれほど食べたらいいのか知りません。 知りませんだから先ほどの朝果物出たのすももこのすももを見るいますと私がすももを何個食べたらいいのか。 私は欲張って5つを持ってきると後で食べてみるともう食べれない3つ食べてそれ以上食べれませんそれで3つを5つを持ってきて1つ2つ3つ食べたらもうゲップが出るっていうもうそれは誰が決めますか私が決めるのではありません なぜならばだから神様が、すももの中にある栄養素が、リサングに、どれほど必要なのかを神様は知っています。ご存知です。先ほどのカメたちがどこに行くべきかは、誰だけ知っていますか神様だけ知っています。そのカメたちがどこに行きますか 究極的にお母さんがいるところに行きます。ところが、お母さんが誰か分かりますか子供たちが、お母さんがどこにいるか知りません。知りてますか知りません。神様が知っています。私は、亀の写真を見せる理由は、誰が存在しているということを見せるために、創造主が存在しているのを証明するために。 だから、この子ども、赤ちゃんたちは行くべき道を分かります。選択の自由がないので神様がリモートコントロールするところに行くのです。その子たちは食べるものもすでに決められていますかはい、決められています。海に入ったら何ヶ月までは何食べて、いつまでは何食べて、全部決められています。もう,もう しかは自分あ、その亀は自分の,その口に合うものだけこう食べるのではありません。その人間だけが選択の自由があります。それを感謝しなければなりません。で、亀たちは自分の目的地が決まっています。実は私も全部決められています。私たちも何を食べて、何をして 神様を強制なさらないで、の豚の足も食べて、三枚肉も食べるのであって、ありますが、それはプログラムにはありません。聖書を見るとあります聖書にあなたはその油を食べるな、お見せしましょうか。 レビキさんの17節あなた方は死亡も血も一切食べてはならない3枚肉それはもう良くないものですしかし人たちはこれを何ともないかのように思いますそのもう動脈強化も教師中,腹中部もそういうの高血圧そういう油によって脂肪によって なるのですあれを食べなければ動脈硬化とかほとんどなくなります。わかりますかだから、成長通りについていけば健康維持できるようになっています。だから私はこれを一生懸命勉強しているのです。これも 3000年前に記録されています。3000年前にコレストロー誰が知っていますかだから神様の御言葉だから記録をするのです。だから見ますと見ますと魚の中でも レビキ11章の9節水の中にいるすべてのもののうちで次のものをあなた方は食べてよいすなわち海でも川でも水の中にいるものでヒレとウロコを持つものは食べて すべて食べてもよいしかし海でも川でもすべて水に群生するものまたすべての水のいる生き物のうちヒレとうろこのないものはすべてあなた方に飲むべきものであるもう,もう土壌とかですね、えっと、うなぎとかそういうのだから中国人はもう魚の 名前を作るときは食べられるのは魚という言葉をつ、ギョという言葉つけて、聖書で食べるなというのは、なんとかチー、チの言葉でつけています。本当に不思議です。だから、全部これにプログラムが。 組ままれていますだから私たちが私,たち私したい放題にやって病気になるとあーはー私の選択を神様の選択に合わせる選択をする過程に皆さんがいるのですああもう分かったそのようになっているのです皆皆さんが皆さんんがの主人ではない ということを私たちが学んでいくのです。それで、講師先生は何と言いましたか ?40 になると、もう騙されない。私が私の主人でない。というのに、50代になると、ち、 天命天の命令が何かを悟るようになる皆さんがそのニュースサトを通して、疑いをなしまた、天の命令が何かそれガーのメレガーのメのです60代になると何になりますか 耳がもう単純になるその時私に語る言葉を聞いてもうこう怒ったりしません全部知らないからまだもう天の命令が何か分からないのでストレスを受けなくなりますストレスを受けない方法は この耳が単純になることですが、そのようになるためには、天の命令が何か分からなければならない。天の命令を悟り始めますと、70になるとどうなりますか 従心従う心に従う私の心が従う方向にやってみても結局は天の心と一致していた昔は私の心と天の心がいつも相反していましたが地天命して地順耳が 単純になると私の心と神様の心が一致して私の心の通りにあっても天の心と合う講師はとても素晴らしい教師ですだから皆さんここに来られて疑わないまた天の命令を知りまた耳が素直になりまた 心が天の心と合うようになってほしいと思います。だから皆さん、仏教、キリスト教、儒教、それがどうであるかでなく、孔子先生がどういう教えをしたのか、お釈迦様がどういう思いをしたのか、これが大事です。儒教ではこうして、儒教ではこうしなさい、これではない、これが大事なのではありません。その思想が大事です。 だからその思想を勉強してみますと本当に講師先生も釈迦もみんな知天命した人たちです天皇の声を聞いた人たちその講師もこれが私の思いだと言いません誰の話だ天皇の話だ言葉だ釈迦様もそう言いましたこれは天の 話しただから仏教は無神論と言いますが無神論ではありません釈迦が偽りの私を自我と自我と言いました本当の真の私命的私を真の私真我と言いましたそれ神我は真の私は 大が大きい方最近の仏教は大ががなくなりました分身論のようになりましたが実は大が大きいがが大ががありますこれを私に習ったのですよ。うよも先生の本を読んで話しているのです そしたら、なぜ私がどのようにして私たちが、あ,あもう食べるのやめよう食べ。食べるのやめなさいという天の命令が、天命があって食べないでいるのです。ところが、強制はありません。ところが、神様はどういう方法として私たちをもう食べるのをやめさせるのか。 止まらせるのかどういう方法でああ、これは神様の方法です。私たちに満足させます。このぐらい食べたらとても美味しいけど、今日はこのぐらいでやめておこう。で、満足感。私たちを 満足させせななければなりませんだから神様は私たちの脳細胞の中に満足感を感じさせる物質を生産する遺伝子を入力してきました満足感を感じるのを CCK と言いますだから神様はその命の息を深めて CCK をそのつけ遺伝子をつけたら CCK が生産されますそうしますと私たちはどう感じ始めますかああもう食べるのやめよう。 このぐらいでいい、もう明日また食べよう、このようになります。ところがですね、その満足感を与えるにもかかわらず、もっと食べよう、これは欲張りです。それを欲張り、あるいは執着と言います。もう食べるのに執着する、釈迦様の教えたそれを。 本当に分かってみると大したものです。だから、執着から解放されなければ、私が健康になることができる。そして満足します。だから、お金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 をしたら、決して満足することはできません。もっとあったら、もっとあったら、またもっともっと執着です。この執着から解放。 それを下脱と言います、仏教用語で。だから、どういう食物をどのぐらい食べたらいいのか、それは私、人間が決定するものではない、これがニュースタートの健康食の,康食の概念です。 だから脂っこいものこういうものはできるだけ避けてそうしていると菜食が最も理想的な健康食ですがもしですね牛、キリン羊もうさぎ菜食するとタンパク質が足りないこういう話を昔からしました。 私が医科大学に行っている時もそのように教えましたしかし分かってみるとそうではありませんその当時は私たちが高タンパク食事がいいそのように学びましたが今は違いますタンパク質というのは医者がになったものはみんな分かります肝臓が悪くて腹水がなったもう腎臓が悪くてもう悪くなったとか もうすぐ最初からどういう食事タンパク質を制限しなさい高タンパクが入ったら体に負担を与えますだからタンパク質は全体カロリーの約15%か20%が適切であるという事実が明らかになりましたそして脂肪も15%からもう多めに見ても20%で残りは もう60%炭水化物が占めなくなりません。今、そういうパーセンテージで皆さんに食事を作っています。炭水化物6%ないし70%。で、皆さん完全に再食しても野菜の中に果物の中に特に豆の種類にはタンパク質が豊富に入っているので皆さんがタンパク質の 不足というのはありえません。だからもう本当に草だけを食べるその牛とかそのもう牛肉をたくさん作るのではないでしょうか。だから私も,もう肉食べなくても草たくさん食べても肉がつきます。だからそういうのを心配なさらないで、この世の中には。 教育のレベルが高いほど採食する人たちが多いです。分かりますかだからこのように見ますと最近アフリカで最近起こっている現象です。キリンはもともと高いところの葉っぱを食べるようになりますが最近驚くことに死んだ その動物の骨を食べる現象があります。後で分かってみると麻酔して血液を取り出してみるとこのキリンたちは何が足りませんかカルシウムが足りません。なぜでしょうか環境汚染のためにでそうです。環境が汚染されて酸性雨が降ってもう雨がもう酸性なので土壌の中にある石灰分が。 洗,い洗ってだからキリンが食べる葉っぱにカルシウム成分が足りなくなるのでこのようにところがキリンがですね骨にカルシウムが十分であることを分かりますか知りません神様が教えましたもうイーサンゴ博士がイーサンゴがアフリカに行って教えたことはありませんしかしその息命の息を 送って骨を見たら食べたいように神様がもう食べさせるのです。でこれがいつまで食べますかカルシウム成分が十分取れたら神様は満足感を与えます。CCK を生産すると菌はもう食べません。このようにもう一律になっこう行動しています。それからまとめてください。 アフリカにあるサンジーバールという島で観察した現象です。サンジーバールという島は島が大きくないのでそれほど食べ物豊かではありません。ところがこのサルのが住んでいますが、時たま2ヶ月に1度ほどここに来てこの葉っぱを食べるそうです。この葉っぱを食べたら いかおかしくもしないことをします。町に入って原住民が住んでいるところにいて、原住民たちが。もう大きい丸太を作って、そこ、その燃やして。その、その、あの。えっと、チャコールを作りますが、その。毒性を吸収する物質がありますね。だから、各社たちが、この。 炭、ね、を食べるこの葉っぱには毒があるだろうとこれを取って葉っぱを取って分析してみると毒があります毒がありました本当に不思議ですねこのもう猿がですね毒があってもこれを食べますどうしてでしょうかこの中に何がありますか 何か必要な栄養素があるからこれを食べさせてまたここに毒があるのでまた行って炭を食べさせるこれは神様は全部こうコントロールするのです猿が知らなくてもだから聖書を見ますと空の鳥を見なさい野原のユりを見なさい全部私が育てる育て,ているのに あなた方人間はこれ以上一切育てる見守るのではないだろうか健康食これがもういいじゃなくてもうそういうものではないだから私はお金稼げません健康食がこれが別にあるとすれば私は作ってですね 96期に参加なさった方は50%割引してもあそこに置いて売ったらどれほど収入があっていいでしょうかで私はそれも売るものがありませんいつも売るのはいつも神様だけ売りますか神様売ってですねお金出しなさいというのはできないしこれがニュースタートです皆さん イカは食べたらいけません。とても悪いこと、悪いものです。イカはたくさん食べると、胃がんにかかります。ヒレモンももともと食べてはいけないものです。はい。ニュースタートしてみてください。 ニュ,ててニュースタートしてみてくださいニュースタートしてみてください驚くべきことが起こりますニュースタートしてみてください健康食をしてみてください健康食をしてみてください驚くべきこと起こりますニュースタート健康食してみてください 運動をしてみてください。驚くべきことが起こります。運動をしてみてください。清い水を飲んでください。清い水を飲んでください。驚くべきことが起こります。 水を飲んでください太陽に当たってください日光に当たってください驚くべきことが起こります日光に当たってください節制をしてみてください節制をしてみてください驚くべきことが起こります 節制をしてみてくださいきれいな空気を吸ってくださいきれいな空気を吸ってください驚くべきことが起こりますきれいな空気を吸ってください 急速をとってください。急速を取ってください。驚くべきことが起こります。急速をとってください。神を信じてください。神様を信じてください。驚くべきことが起こります。神様を信じてください。入札してみたら、入札してみましたら、 驚くべきことが起こりましたニュースタートしてみたらニュースタートしてみたら